おはようございます。本日は、弊社のウェブによる、決算説明会の方に、ご参加いただきまして、どうもありがとうございます。この室内に、弊社スタッフがおりますので、私、マスクをしたままでの説明をさせていただきます。お聞き苦しいところがございましたらは、大変申し訳ございません。では、これから説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、ただいまから、私どもの方の、説明の方、2021年8月期、第2クォーターの、連結業績の方の説明をさせていただきます。まずは3ページ、業績のハイライトでございます。売上高の方は256億1800万円、計画比では101.1%という、着地でございましたが、前年1月末よりコロナウイルスの関連でもって100円ショップ関連は非常に業績が良うございまして、前年と比べると98.6%と残念ながら減収という結果になってございます。ただ一方でもって売上総利益の方でございますが、売上が減ったということから、総利益の額の方は前年に届かなかった、99.8%でございますけれども、その構成比につきましては、0.5ポイント改善の38.6%という非常に良い結果を残すことができております。また、販売費および一般管理費につきましては、こちらの方は構成比が34.3%と、前期に比べて0.8ポイント大幅に改善するという非常に良い結果を残すことができ、結果としまして営業利益、経常利益とも10億円を超え、構成比としては4.2%と非常に良い結果を残すことができました。またそれに伴いまして、当期純利益につきましても8億円、構成比3.1%と、非常に良い結果を残すことができております。この純利益に関しましては、ヒルマージャパンによる債務免除益というものが一部含まれておりますけれども、大部分につきましては、やはり業績の好調によるものということで、今後も良い結果を残せるように努力していきたいと思っております。さて、続きまして、次の、事業部門別の売上高でございますけれども、国内の100円ショップ事業につきましては、非常にこちらの方、好調に推移いたしまして、直営店舗でも、前期比を上回ることができてございます。ただし、フランチャイズを中心とした卸売その他のところは、ここのところ継続的に、マイナスという傾向が続いております。これは主にフランチャイズのオーナー様が、高齢により、廃業される、または、周囲に競合店ができたための廃業等があってですね、フランチャイズ店舗が、減少している中で、私ども新規のフランチャイズを新たに募集してございませんので、そういった中でもって、卸その他の方は減少ということで、100円ショップ事業トータルとしましては、99.9%ということで、残念ながら前年には届きませんでしたけれども、100円ショップ事業の売上高が、堅調に推移しているということが、現在の好調な事業業績を、牽引しているところでございます。一方、海外事業でございますが、こちらの方はやはり、コロナ感染の方は世界的な広がりがございまして、残念ながら直営店舗の方、非常に大きなマイナスになってございます。その中で卸売の方ですけれども、マイナスではございますけれども、そこの中でも、比較的、売上高を維持することができており、直営店舗の方は残念ながら収益的にはマイナスになってしまっているんですけれども、卸売の方は、こちらの方収益を確保し、海外事業全体としては、利益を確保するという状況を維持できております。また、国内のファッション雑貨の方でございますが、こちらの方は、他社と同様ですね、残念ながら非常に厳しい状況が続いてございます。
ボーナビータの事業につきましては、残念ながら前年と比べましても 80% 程度の売上高にとどまっており、店舗閉鎖等ということをしながら、収益の方の改善というものに努めているところでございます。そしてもう一つのソスレネグレーネの方ですが、これはもう先般、開示した通りですね、今回、事業閉鎖ということを決定し、それに向けて、閉鎖作業を進め、順調に、進んでいるところでございます。そしてディスカウントショップの AR でございますが、こちらの方は100円ショップ事業と同様にですね、好調に推移し、前年比でもって 99.7 という数字でございます。これも昨年ですね、やはり1月末より売上高が急速に伸びるという状況がございましたので、前年の数字には届きませんでしたが、内容としては非常に好調に推移し、収益を確保できるという状況になってございます。さて、では具体的な中身についてでございますけれども、四半期別の利益率の推移でございますけれども、はい、こちらの方は四半期ごとでもってみると、若干マイナスの方に、見えてございます。ただこの内容につきましては、100円ショップ事業につきましては、利益率の改善は堅調に進んでおります。ただ、海外事業の方の、利益率、直営店舗の利益率は高く、卸売の利益率は低い。その中でもって海外の直営店舗の売上高は大幅に減少しており、卸売の方の売上はあまり減少していない。また国内のファッション雑貨の方につきましても、国内のファッション雑貨事業は100円ショップ事業よりも利益率が高いというところで、この売上高が減っている事業の利益率が高いがために、見かけ上の総利益率は減っている。ただし、好調な100円ショップ事業の方の、利益率は改善しているので、収益性の方については、改善されているし、また、前年同期と比べれば、その総利益率は改善しているというところにございますので、これは今後も、全体としては、利益率の改善が進んでいくというところでございます。続きまして、営業利益の増減についてでございますが、その中の売上総利益率につきましては、これは先ほどご説明させていただきました通り、売上高が減少しているという中で、売上総利益率は上がったものの、売上総利益の額としては若干でございますが減少いたしました。ただしコストの中でもって家賃の方ですね、こちらの方は資料に記載の通り、ソスレネグレーネ事業でもって使っていました表参道および吉祥寺というような非常に家賃が高いところの店舗を閉鎖したということ、それから中国事業を売却し、中国事業の家賃がなくなったということ、それから海外事業のペルーの方はロックダウン等によって店舗閉鎖を余儀なくされているのですが、そこのところでもって家賃減額の交渉を行い、家賃減額が実現していること等がございまして、国内の100円ショップの店舗数が増えて家賃が増えている中でも、相対として家賃の減少が実現されております。また人件費の方ですが、こちらの方は若干増額してございます。これは昨年ですね、コロナ影響がある中、100円ショップは非常に好調に推移し、非常に店舗の方は忙しかったわけでございますが、そこの中でもってご協力いただいたパート従業員及び社員に対して冬の賞与でもって加算を行っております。ただソストレネグレー、ボーナビータ等の店舗が減少したこと、それから、ペルーの方の店舗、こちらの方は営業を停止し、従業員の解雇も行ったということ等があり、増加額が非常に限定的に済んでいるというところでございます。そしてもう一つ、
人件費のところで大きな影響がありましたのは、昨年はパートに関する時給、最低時給の引き上げがございませんでした。このために本来それがあるであろうというふうに見込んでいた雑給の数値が計画を下回る形でもって推移しているというところが、人件費の増加を抑制することに寄与し、これは今後も今期につきましてはコスト削減の方に作用するというところでございます。そして設備費でございますが、これは資料にある通り投資額の大きな改装、こちらの方は今期は多くやってございません。それとまたソストレーネグレーネボーナビータの店舗の閉鎖の際に見込んでいた閉鎖の損失、こちらの方が見込みよりも少なく済んだということがありまして、そちらの方の繰り戻しもありまして、設備費の方の減少額が大きくなっております。そして水道光熱費の方ですが、主なものは LED 照明への切り替えによる光熱費の削減、そして電力会社の切り替えによる費用の削減ということでございます。そして旅費交通費の方ですが、これはやはりコロナの影響で国内外への出張がほとんどなくなっているということがありまして、非常に大幅な減少になっております。支払い手数料の減少でございますが、こちらの方は私ども出退店に伴う作業を以前は外注させていただいて、人材派遣の人たちにお願いすることが多かったのですが、それを今ストアサポート室というものを作ってですね、社内でもって行うようにしており、そこの中で足らざる人手の部分は臨時のアルバイトを雇用するというやり方をするようになりました。それに伴って支払い手数料が減少してございます。その結果といたしまして、営業利益の方は2億9900万円、約3億円という大幅な増加となりました。続きまして、キャッシュフローでございます。連結対照表とキャッシュフローでございますが、これは業績が好調であるということを反映して、そこの中でもって現金および預金、そして営業活動によるキャッシュフローが、これが大幅に増加しているように記載されてございます。これはもちろん利益の増加に伴ってプラスはございましたが、期末日が休日であった場合には翌営業日に支払うという支払い方をしているために、その木ずれが発生することにより今回は約9億円の増減が発生してございます。その影響が非常に大きいということで、ちょっと課題にですね、現預金の増加および営業キャッシュフローによる増加というものが現れているということをちょっと一つ付け加えさせていただきます。はい。それではページ9ページでございます。トピックスでございますが、これ大部分は後で細かく説明させていただきますが、一つソストレーネグレーネというですね、デンマークのライフスタイル雑貨、こちらの方は残念ながら思ったような業績が残せず、今期中の事業撤退ということを決定しており、この3月末日をもって全て閉鎖させていただきました。大きな損失を生んでしまったということは非常に申し訳ないことと思っております。本当に申し訳ございませんでした。ただこちらの方の閉鎖というのは非常に順調にいきまして、事業閉鎖に伴って発生する在庫のロスにつきましても、商品につきましては全て、閉店セールで売り尽くすことができました。使っていた重機まで、全部売り尽くすということができてですね、当初見込んでいた損失を大幅に下回る損失でもって、処理することができました。これは、
事業閉鎖をしたということは非常に良くなかったんですけれども、これから先の中でですね、また、大きな経験値ができたというふうにも考えております。今後、事業閉鎖がないことを、当然、目指すわけでございますが、万が一ですね、そのようなことがあったときには、今回の経験をまた生かすようにできればというふうに思っております。続きまして、10ページですね。100円ショップ事業の状況、既存店の状況のところでございます。こちらの方は、既存店につきましては、計画を上回る形でもって推移をしているわけでございますが、そこの中で非常に目立つのは2月のところの 88.5% というですね、大きなマイナスでございます。これはもう皆さん、ご理解いただけていることと思いますけれども、これは、前年の2月が、コロナの影響でもって、いわゆる巣ごもりの特需というものが派生してですね、マスクであるとか、アルコールの除菌液であるとか、また、家庭の中でもって使われる多くの消耗品等が、非常に、急激に売れたということが、ありまして、前年の2月の数字は 117.0% という数字でした。またここのところに、ウルード氏のところの営業日が1日多いということも重なって非常に大きなプラスになってございます。その 117% というものをスタートとして今回比較したところの 88.5% ということですので前年のプラスの 17% に対して今年のマイナスは 11.5% であったと、つまり前年のプラスの浮き数であったというところは、一昨年と比べてみればやはりプラスのトレンドは続いているというように私どもは理解してございます。でそこのところを説明するために下のところに9月以降の状況を、比較したものを書かせていただいておりますが、全てですね、前期のプラスマイナスに比べて当期のプラスマイナスというのはこれは、その浮き数で済んでおり、その、一昨年と比べた場合であればプラスであるというトレンドはずっと続いているということは、私どもの、国内の100円ショップ事業については、これは良い状況がまだ維持できているというように、私どもは、認識しております。ちなみに3月でございますが、3月の、数字は、すでに開示している通りですね、91.3% というものでございました。昨年の既存店の数字は 108.9% でございますので、そのプラスマイナスの差というのは、わずか 0.2% しかないなくですね、ちょっと、プラス要素が減ってきているように見えますが、こちらの方は、3月につきましては、たまたまですが、土曜日、日曜日、非常にこう、雨の日が多くてですね、小売りにとってはちょっと厳しい月であったというように、理解してございます。4月のスタートにつきましては、元のようなトレンドに戻っているというように認識してございます。またそのことについては、後ほど少し説明を加えさせていただきたいと思います。続きまして、今度は出退店の状況でございます。出退店につきましては、出店につきましては、プラスが74店舗ということで、計画に対して3店舗足りないという状況ではございますが、ほぼほぼ計画通りに推移してございます。一方、退店の方ですが、見込みが53店舗であったものが、21店舗の閉鎖で済んでいるということで、非常に閉鎖店舗数が少ないということで、結果的に、残った店舗数は1293、純増53店舗ということで、純増は計画に対して倍増しているところでございます。で、この
閉鎖店舗が少なかった要因でございますが、私どもの最近の閉鎖店舗というのは 80% 強が、私どもが利益が出ないための閉鎖ではなくですね、母店が閉鎖するので、私どもの店舗も閉鎖せざるを得ないというタイプの閉鎖でございました。今回やはりコロナの影響でもって、私どもが多く出店しているスーパーマーケット、こちらの方が非常に好調に推移しているためにですね、最近そのスーパーマーケットの閉鎖店舗が少なく済んでいるということが、私どもの閉鎖店舗が少ない今回の大きな理由であったと認識しております。でこの状況はまだ当分の間は続くというふうに考えておりますので、下期につきましても閉鎖店舗は、まあ、計画内で済むと、そしてまた出店につきましてはほぼほぼ計画通りに進むというふうに認識しております。ちなみに3月末のところでございますが、店舗数は、また増えまして1306と、初めて1300店舗を超えるという状況を作ることができております。続きまして、今度は高額商品の導入の状況についてご説明させていただきたいと思います。私ども、100円で扱えなくなった商品を保管するという意味合いもあって、高額商品の導入を進めております。その高額商品のアイテム数は、21年2月末の段階で1356と、前期と比べて238増えているという状況にございますが、こちらの方ですね、実は、昨年の8月末では1500アイテムぐらいのアイテム数になっておりました。でこの8月末ですね、8月末の段階では約2000アイテムの高額商品をの導入を目指しております。そこの中で今足元でもって少し増加の割合が減っているという状況はございますが、これは19年以来ですね、進めてきた高額商品の導入というものが、これがかなり進んできていて、その中でもって残念ながらあまり売れ行きが良くないという商品も当然ございまして、そちらの方を今除外するという作業を進めております。その商品につきましては値引きの販売をするとともに、最悪やはり売りにくいものについては廃棄もすると、そして売り場を開けて新しい商品をきちんと導入できる環境を作り、これからさらに高額商品の導入を加速させるということを目指していきたいと思っております。そこの中で今期末にアイテム数は2000アイテム、そして最終的には100円ショップの中における高額商品の構成比を 10% 程度にまで引き上げていくということを目指していっております。そして同時にですね、高額商品の仕入れ原価を抑えるということも同時に進めておりまして、今高額商品の利益率につきましては100円商品の利益率を上回る水準にまで改善が進んでおります。では続きまして海外事業の状況でございます。先に説明した通りですね、海外事業の方はやはり全世界的にコロナ感染が広がっていく中でもって残念ながら非常に厳しい状況になっております。ただですね、特に直営の方の売上高の減少というのは本当に厳しいものが見えます。ただそこの中で直営店舗の中でですね、私どもが今直営でやっているところというのはタイとペルーでございますが、こちらの方でコストコントロールということこちらの方を非常によくやっているためにですね、ペルーの方は売上高が非常に減少している中で、家賃の削減交渉及び、クローズしなくてはいけない期間がある店舗につきましては、従業員の解雇も行い、
そして、ペルー事業全体としては利益を確保できるという状況を作っておりました。今ペルーはまた一段厳しい状況を迎えており、ほぼほぼ、まあ、ペルー全体がロックダウンという状況になっているためにですね、今の状況は非常に厳しいですけれども、まあ、そこの中でもコストをコントロールして、収益悪化を、まあ、最小限に防ぐということを実現できております。またタイにつきましても、まあ、合弁相手のセントラルグループと交渉してですね、この1月から家賃の減額、こちらの方を、大幅に実現しており、収益性の方の改善、まあ、赤字幅の圧縮、こちらの方を実現しております。また、不採算店舗につきましては、今積極的に閉めるということでもって進めておりますので、残念ながら店舗数の減少ということはこれは避けられないところでありますけれども、収益の悪化ということについては、最低限のところでもって押しとどめるということが実現できております。でその一方で卸売の方は、先ほど申し上げた通りですね、減少幅が抑制されており、このためにですね、海外事業全体としましては、利益を確保できるという状況でもって推移してございます。まあ、海外事業は、本来は、まあ、この下期にはもう少し売上が回復するという見込みを持っておりましたが、残念ながらそこは、そこまでは、まあ、実現するのは難しい状況にございますが、そこの中でも、まあ、収益を確保できるという状況をこれからも確保していきたいというところでございます。続きまして今度は、ボーナビータの方でございます。国内のファッション雑貨の小売事業につきましては残念ながら、非常に厳しい状況が続いております。これはボーナビータだけではなくですね、全ての、まあ、ファッション雑貨の小売業非常に厳しい状況が続いております。その中で私どものボーナビータの方も売上高につきましては前期比でもって 81% と非常に苦しい状況にあり、その中でもって、まあ、収益性が非常に良くない店舗につきましては閉鎖を進めており、今後もまた閉鎖店舗数は増えていくというふうに思います。まあ、その中でもって新規出店の、まあ、オファーは非常にたくさんあるんですが、残念ながら、テナント型でもって出店していくということは非常に難しいというのが今の状況でございます。でそんな中でですね、私どもこのボーナビータの、売り場を私どもの100円ショップの中に、置くという試みを、今やっております。すで、に2店舗、それを実現しており、そして、まあ、今期ですね、あと2店舗、やってみようということでもって進めております。でこちらの方は100円ショップの中のコーナー展開で、そのレジの方は100円ショップの店舗の方でやってもらう委託販売のやり方ですので、ボーナビータの方につきましては、そこの店舗での収益というのは実現できるタイプの売り場になり、また100円ショップにとりましてもボーナビータの、まあ、ファッショナブルな商品というものが、まあ、私ども、まあ、100円ショップで、非常に、まあ、弱いところですね、他社さんと比べてちょっとおしゃれな感じが足りないというところを補完するということを期待してですね、ボーナビータの100円ショップ内でのコーナー展開というもの、これからちょっと進めていきたいというふうに考えております。まあ、そのような形で、まあ、ボーナビータの方の、売上高、収益性というものを少し押し上げられることができればというところでございます。続きまして、ディスカウントショップ、リアルでございますけれども、こちらの方は、生活関連用品、食品ということで、売上高につきましては好調に推移し、そして収益性も確保できているところでございます。ただ本来今年ですね、広島市内でもって
1店舗新店を出そうということでもって準備をしていたんですが、残念ながら、まあ、今の状況下ではなかなか良い立地が見つけることはできずですね、この新規出店につきましては今回は見送るということで考えております。ただ私どもリアルにつきましては、リアル単体でもって伸ばしていくということだけではなくですね、100円ショップ事業とのコラボレーション、そこで何らかのシナジーを生み出していくということを、これを、まあ目指しております。そのような中でもって私どもすでにご案内の通りですね、大阪の門真南というところでもって実験店舗を一つやっております。ページのところで言いますと、20ページのところのですね、3つある取り組みの中の真ん中のところが、ディスカウントショップリアルとのコラボレーションの店舗、門真南店でございます。こちらの方、今のところですね、売上高につきましては、リアルの商品を導入したことによってですね、まあ、導入前と比べて、売上高を増やすという効果を実現することができておりますが、リアルの商品は残念ながら粗利が低いということがありまして、まだその十分な収益性の改善というところまではちょっと成果を上げることができておりません。ただ、こちらの方また、改善を進めてですね、100円ショップとのコラボレーション、そこの中でもって、まあ、収益性を改善させることが、押し上げることができるようなフォーマットを作っていけるように努力していきたいと考えております。すみません、ちょっと戻りまして18ページでございますが、先日私ども業績の修正を開示させていただいております。売上高につきましては、元々の数字と同じ、509億6000万円というものを据え置いてございますけれども、営業利益につきましては18億5000万円と、そして、経常利益、17億8000万円とともに 70% 前後の、まあ増加というところでございます。また、当期純利益につきましても11億5000万円と、10億を超える水準の見込みを、開示させていただいております。でこれは、先ほど来説明しております通り、100円ショップ事業こちらの方が非常に堅調に推移していると。で特に、まあ、売上高が堅調な中で、粗利の改善そして、コストの削減ということが実現できておりますので、100円ショップ事業につきましては、下期も堅調にいくのではないかというように、見込むことができている。その中で海外事業、こちらの方は残念ながら厳しいけれども、でも、まあ、ほぼほぼ計画通りにはいくでしょうと考えて、そのファッション雑貨の方は残念ながら、まあ、順調ではないんですけれども、そこの中でソスレネグレーネの方を、まあ計画を上回る形でもって、きれいに閉鎖することができたということは非常に、まあ、プラスに作用しております。そしてボーナビータにつきましては、不採算店舗をきちんと閉めて、委託販売型の店舗でもって底上げをするということによって手当てをしてまいりますので、ぜひですね、今回開示させていただきました、業績の修正、これを上回る形でもって、着地できるようにですね、これから先、努力してまいりたいと思っております。私どもワッツは、成長戦略として三位一体での成長ビジョンというものを、まあ、掲げており、今現在もこれに沿って進んでおるわけでございますが、国内の100円ショップ事業は非常に順調にいっている中でもって、海外事業その他の事業がなかなか育っていかないというところが、まあ現状でございます。ただ海外事業の方をきちんと整備し、そしてまたもう一度伸ばしていくと、
そしてその他の事業につきましてもやはりですね、100円ショップ事業と一緒にやっていって、100円ショップ事業に対して何らかのシナジーを加えることができるような事業をこれからも作っていきたいというように考えて取り組んでおります。で、そのような中でですね、今現在ですね、ちょっとまたこれ先に進みますけれども、23ページですけれども、時の音という名前の、新しい、雑貨フォーマットを、立ち上げております。これ、この3月末に兵庫県の神戸市のところでもって、店舗を作っております。こちらの方、まあ、朝起きてから、まあ夜寝るまでの間で、その一日を自分自身が楽しんで過ごせるような、そのような演出をするための商品を提案しようというところで、まあ、商品を集めて店作りをしております。まあ、100円の商品ではございませんので、こちらの方をまたですね、将来的にはワッツの100円ショップと併設する形でもって、展開をできるような、そういったフォーマットに育てていきたいというように思って、これから取り組んでまいります。それからもう一つですね、合わせまして、21ページでございますけれども、私ども昨年の1月より、EC サイトをこれ立ち上げて e コマース事業をやっております。こちらの方はまだそんなに大々的にやっているわけではなくですね、WATS の実店舗のバックヤードを使いながら取り扱いアイテムも約1000アイテムという形で非常に限定的な形でもって、展開をしてございます。売上高もまだまだ非常に小さいものでしかございません。ただ、まあ、私もからしてみればそんな小さな売上高でもですね、この EC は、これもう運賃につきましては 100% お客様に負担していただいて販売させていただいているという e コマースでございますので、まあ、100円の商品では利用する方は まずいないであろうというような悲観的な中でもってスタートしたものが、それがまあちゃんといるのだと、しかも継続的に売れるというところが、まあ私どもにしてみれば、まあ非常に驚きであり、また今後のまあ展開の中でもって発展性というものを期待できるものかなというように思っており、この9月からですね、この EC サイトの方をもう少し本格的に取り組もうというように計画し準備しております。アイテム数も今の10倍以上のアイテム数に広げてですね、売上高をもう少し伸ばせるように、そして、また今現在は、まあ、非常に今露出の少ない形でもってやっておりますが、もう少し露出した形でもって、お客様を増やすという努力をしながらやっていこうと考えております。その中の一環としまして、オンドメディアの構築という形で、WATS のホームページのところからですね、WATS の、まあ、商品を紹介する、店舗を紹介するウェブページを開始しております。もちろんこれは今までやっていたですね、SNS 上のいろいろな取り組み、こちらの方は、ページ27ページのところにございますが、すでにツイッター、インスタグラム、LINE 等でですね、いろいろな発信をしております。特に、まあ、インスタグラムの方はフォロワー数は今のところ13万人まで、増えてきておりますけれども、こちらの方、さらにですね、もう少しテコ入れをして、増やしていくということをしていきたいなというふうに思いますし、でまたこの2月にですね、WATS YouTube、WATS 公式 YouTube チャンネルというのを開設いたしまして、そこの中で、
ワッツの商品、そして、店舗の紹介を、させていただいております。まあ、ぜひ皆様もご興味ありましたらば、登録及び、まあ、視聴の方をしていただけたら幸いに思っております。で、このような取り組みでもって、ぜひですね、SNS を利用した、小売こちらの方も、まあ、展開できるようにですね、まあ、プラットフォーム、そしてコンテンツ作りをこれからまた進めていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、というようなところで私ども、第2クォーターまで非常に良い結果を残すことができておりますけれども、またこの後半もさらに、頑張ってですね、計画を上回る形でもって、まあ、業績を作って、そして、まあ、今現在、配当の予想は15円という配当の予想をしてございますが、まあ、できることならば、この配当を、もう少し大きな配当にできるようにですね、できればありがたいなというふうに考えております。ぜひそれを実現できるように後半も頑張ってまいります。これからも一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。